2020年の台風のデータ。データは基本的に日本の気象庁の情報に基づき、気象庁が熱帯低気圧としていない一部のものについては合同台風警報センターのみによる。2020年に発生した台風は平年の25.6個より少ない23個であった。日本への影響においては、接近数は平年の11.4個を下回る7個。 日本本土への上陸数は2008年以来12年ぶりに0個だった。台風1号は5月12日に発生。台風に関する統計が開始された1951年以降で平均的な台風1号の発生は3月頃であるためかなり遅めの発生となり統計史上8番目の遅さとなった。その後もしばらくの間台風の発生ペースが遅く。 最初の台風発生から1ヶ月後の6月12日に台風2号が発生したが、その後は台風が発生しない期間が7月後半に至るまで続いた。7月は平年であれば本格的な台風シーズンの始まりの時期で本来台風の発生数が1年で3番目に多い月であり平年で3.6個は発生するものの、この年の7月は 太平洋赤道域で急速にラニーニャ現象が発生しつつあったためかなり静かな時期であった。当時フィリピン沖の海水温は摂氏30度以上あり台風が発生するには十分な海水温であった。一方でインド洋の海水温も平年より高かった。インド洋では平年に比べ広く上昇流が強かったものの太平洋では広範囲の海域で平年に比べて 上昇流が弱く、下降流状となっており、上空の大気の流れが、大流活動を抑える下降気流が卓越していたため、広範囲に、活発な雨雲は発生しづらくなっていたほか、これにより、例年よりも西側に、太平洋高気圧が強まり、北西太平洋は、台風が発生しづらい状態となっていた。これらのことが、台風の発生が少なかった原因であると、考えられる。 こうして、7月は1951年の統計開始以降初めて台風の発生数が0個となった。また、統計史上7月末までに台風の発生が2個以下にとどまったのはこの年と1998年の2例のみである。またこのことは、令和2年7月豪雨の発生やこの年の追い分けが遅れたこととも関連がある可能性があるという。 フィリピン海から太平洋高気圧の円を回って流れてくる暖かく湿った空気の流れが強まってこれが梅雨前線に沿うように西から流れるインドモンスウムの暖かく湿った空気の流れとぶつかることにより大量の水蒸気を南西から送り込んだために雨雲が発達しやすい危険な状況を生み出したと推測されるさらに前述のように 太平洋高気圧が例年より西に張り出し、日本付近に張り出していなかったため、梅雨前線も北に押し上げられず、この年は沖縄を除いて7月下旬になっても、なかなか梅雨が明けず、記録的な遅さとなっていた。しかし8月になると、それまでの状況から転じて、台風の発生ペースが上がり、1日に早くも台風3号が発生。台風3号としては、 発生日時が過去2番目に遅く、また統計史上、台風3号の発生が8月にまで遅れたのは、1998年と2020年のみとなっている。また、台風3号の発生から6時間後に台風4号が発生し、1日の間に2つも台風が発生した。その後も、対流活動が活発な状況が続き、8月の 台風発生数は7個となった。9月以降も大流活動が活発な状況が続き、8月下旬から9月上旬にかけては北朝鮮に、10月はベトナムに台風が集中して上陸した。特にベトナムは10月に豪雨の被害が発生して大規模な水害となった。日本への影響においては台風十5が非常に強い勢力で西日本に接近し、 一時期象庁が特別警報級の勢力で直撃する可能性があると警戒を促したが実際には特別警報級の勢力で直撃することはなかった。しかし九州地方の各地で暴風が観測され大きな被害が出た。202001.01w 安保5月6日頃にカロリン諸島近海で形成が始まった低圧部が8日15時に フィリピンの東で熱帯低気圧に発達。フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名アンボと命名した。その後合同台風警報センターにより熱帯低気圧番号 01w が与えられた。01w は12日21時にフィリピンの東の海上で台風となりアジア名ボンフォンと命名された。命名国はマカオで スズメバチを意味する。台風は西に進みながら急速に勢力を強め、発生から21時間後には暴風域も発生し、発生から24時間後には中心気圧975ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートル、最大瞬間風速秒速50メートルの強い勢力となった。そして14日15時頃に、 中心気圧965ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートル、最大瞬間風速秒速60メートルという非常に強い勢力でフィリピン中部のサマールと東部サンポリカルポ町に上陸。上陸の7時間後には北サマル州カタルマンを通過した。上陸後はフィリピン本土を北西に進み、15日に首都マニラに接近。しかし、 フィリピンを縦断するうちに勢力は次第に衰え15日18時までには990ヘクトパスカルまで中心気圧が上がっていたその後も北上を続けてルソン島を通過し16日には中心気圧1000ヘクトパスカル最大風速秒速18メートルと弱まって南シナ海へと抜けた後にバシー海峡へと進んだ 台湾の中央気象局は16日11時半に海上台風警報を発令し、バシー海峡を航行している船舶に対して注意を呼びかけた。そして17日3時、台風はバシー海峡で熱帯低気圧に変わった。気象庁の事後解析では最低気圧960ヘクトパスカルに情報修正された。台風の直撃を受けたフィリピンでは、 新型コロナウイルスの流行によって外出制限下にあった数万人もの人々が台風とウイルスという二重の脅威に直面し複雑で危険な避難を余儀なくされたフィリピン中部の各避難所ではコロナウイルスの感染拡大を防止するために定員の半分のみの受け入れにとどめ避難する際はマスクの着用を求めたというこの台風の襲来時までに フィリピン国内で確認されていた感染者数は1万1618人、死者数は772人であった。台風はマニラにも接近したが、マニラでもウイルス流行に伴う、厳しい外出制限措置が取られていたため、簡素な家に住む低所得層も含め大半の人々は避難所へ行けず、自宅待機を余儀なくされた。台風、通過後のアゴス川マニラ湾沿岸には、 木材屋と担当でできた粗末な家が密集するスラム街が広がるため高潮や強風による家屋損壊の恐れがあるとして災害対策当局は警戒を呼びかけた。台風による暴風雨によって東サマル州ではサンポリカルポ町で土砂崩れが発生したほか、アルテチェ町では教会の屋根が崩壊。またドロレス町やオラス町などを含め各地で 建物の倒壊や住宅の全壊などの被害が出た。同州では少なくとも二人が行方不明となり、一人が負傷したほか、フィリピン全体では合計で5人が死亡、25人が負傷し、7459棟の家屋が被害を受けた。また、ビコール地方では少なくとも14万1700人が避難を強いられた。なお、 東ビサヤ地方の沿岸部は2013年の台風30号により壊滅的な被害を受けており死者、行方不明者の数は7300人以上に達した。また、この台風から変わった熱帯低気圧は沖縄付近を通過し、これを含む暖湿気が本州付近の前線に流れ込んだ影響で18日には西日本に停滞していた前線の活動が活発化して 沖縄や西日本で大雨となった。九州や四国の一部では1時間に30ミリメートル以上の激しい雨が降り、大雨警報や土砂災害警戒情報が発表されたところもあった。特に九州南部では100から200ミリメートルもの大雨になったほか、沖縄県南上シート数では15時20分までの24時間雨量が113.5ミ、mm、リメートルに達した。 この台風1号から変わった熱帯低気圧は18日21時に消滅したが、前線上に新たに発生した低気圧へ、台風由来の湿った空気が流れ込んだ影響で、関東などでも本降りの雨となり、同日6時までの1時間に、千葉県鴨川市で12.5ミ、mm、リメートル、船橋市で10.0ミ、mm、リメートルの強い雨を観測したほか、 東京都心でも9.0ミ、mm、リメートルの雨が降った。台風1号が5月以降に発生するのも、台風1号が非常に強い勢力となるのも、台風1号が暴風域を伴うのも、2016年以来4年ぶりとなった。そしてこの年の台風1号は、1951年の統計開始来8番目に遅く発生した。 また、2019年12月28日に、台風29号が消滅してから136日間は、台風は発生しておらず、空白期間となっていた。これは過去で15番目に長い。この台風のフィリピン名、アンボはこの台風限りで、使用中止となった。202002.02ワットぶっちょい6月10日9時に、フィリピンの東の低圧部が、 熱帯低気圧に発達し、合同台風警報センターにより熱帯、低気圧番号 02W が与えられた。02W は11日から12日にかけて、ルソン島を通過し、12日21時に、フィリピン西方の南シナ海で台風となり、アジア名、ヌーリと命名された。命名国はマレーシアで、マレー語で、オウムを意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、ブッチョイと命名。台風は、暴風域は伴わずに、南シナ海を北西に進み、13日9時には、中心気圧996ヘクトパスカル、最大風速秒速20メートルとなって、ほとんど発達はしていないものの最盛期を迎えた。気象庁は、付近を通る船舶などに注意を呼びかけた。香港の気象当局は、 台風が14日に中国関東省に上陸すると予想し、強風や豪雨、高波への警戒が必要とした。台風はその後14日9時に南シナ海において中心気圧12ヘクトパスカルの熱帯低気圧に変わった。この台風により香港では大雨による洪水で一人が死亡した。この台風の後に約1ヶ月半にわたって台風が 発生しなかったことにより観測史上初の台風の発生しない7月となった。202003.04ワット7月31日9時に南シナ海において低圧部が熱帯低気圧に昇格した。熱帯低気圧は8月1日15時にトンキン湾において台風3号となりアジア名、シンラコウと命名された。命名国はミクロネシアで、 伝説上の女神を意味する。また、合同台風警報センターにより、熱帯低気圧番号 04W が与えられている。発生当初から強風域が大きい大型の台風であり、同日の18時には、強風域を南東側に 1100km、北西側に 560km 広げ、前年に発生した台風15以来の超大型の台風となった。 すなわち、発生後わずか3時間で超大型になったことになる。また、発生時の大きさとしては2007年の台風14号に、次、2015年の台風23号と並んで、過去2番目の大きさである。台風は8月2日午後にはベトナムに上陸し、そして2日21時にベトナムで熱帯低気圧に変わった。この台風は、 台風3号としては1998年に次いで統計史上2番目に遅い日時に発生した。台風3号の発生が8月以降にまでずれ込んだのはこの年と1998年のみである。前日の通り、この年の7月は台風の発生が統計史上初めてゼロとなったため、これが約1ヶ月半ぶりの台風発生となった。この台風により、 合計で6人が死亡した。またこの台風の中心が北西寄りだったこともあり、南東側の強風域の長さは1 4 0 0トルとなった。これは過去で3番目に長い。事故解析では台風に昇格したのが8月1日9時、熱帯低気圧に変わったのが8月3日3時となった。また、最低気圧が985ヘクトパスカルに情報修正された。 20万 2004.03W リンド7月31日15時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。パガサはこの熱帯低気圧をフィリピン名リンドと命名した。気象庁はこの熱帯低気圧が24時間以内に台風になる見込みであると発表した。また JTWC は熱帯低気圧番号 03W を付番した。 A3W は8月1日21時に沖縄の南で台風4号となり、アジア名、ハグピートと命名された。命名国はフィリピンで無知打つことを意味する。台風は3日2時には暴風域が解析され、沖縄県の八重山地方を暴風域に巻き込みながら北西に進んだ。 その後、中心気圧980ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートル、最大瞬間風速秒速50メートルの強い勢力となった。そして東、シナ海を北北西に進み、勢力を維持したまま4日には中国の渦中に上陸した。上陸後は次第に勢力が衰えて暴風域は消滅し、4日18時には、 中心気圧992ヘクトパスカル、最大風速秒速25メートル、最大瞬間風速秒速35メートルにまで弱まった。そのまま中国大陸を北上し、5日には航海に抜けた。その後朝鮮半島に再上陸した後、6日くじに日本海で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧はその後再発達して日本海を進み、 北海道に接近して、宗谷海峡付近を通過した。台風により、沿岸に押し寄せる、大波台風による中国での被害メディアを再生する、台風による風雨の様子3日朝に台風が、接近した八重山地方では、暴風警報が発表され、石垣島の伊原間で、秒速三十点八メートル、石垣島地方気象台で、秒速三十点五メートル、石垣空港で、 秒速30.3メートル、竹富町大原で秒速37.9メートル、石垣市との城で秒速35.7メートルの最大瞬間風速を観測した。また、1300世帯以上で停電が発生し、石垣市などで最大1630世帯が停電したほか、旅客船の多くが欠航した。台湾の中央気象局によれば、 台風周辺の湿った空気が流れ込んだため、3日の台湾は西部全域で雨となった。中央気象局は、同日11時前に台湾西部の16の県や市に豪雨、大雨特報を発表し、雷や強風、河川の増水や低地の浸水などに注意するよう呼びかけた。台風により台湾で一人が死亡、一人が負傷した。台風が上陸した中国では、 大州市と雲州市の80万戸以上で停電したほか、大雨と強風で多くの河川が氾濫し、家屋が浸水したり、道路や農地が冠水したりした。さらに、山西省では6日、台風から変わった熱帯低気圧によって発生した鉄砲水や土砂崩れで立ち往生した車両から4人が救助されたもののうち1人の死亡が確認された。またこの台風は、 韓国にも大きな影響を及ぼした。北、太平洋高気圧の端に沿って、朝鮮半島に大量の水蒸気を供給しているためであり、強い停滞前線が同半島に停滞する状況で、台風がもたらす水蒸気がさらに降雨量を増加させた。場所によっては1時間に100ミリメートルを超える大雨となって土砂崩れや浸水などの被害が相次いだほか、 4日までに死者14人、行方不明者12人の人的被害が確認された。2日には尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域において中国海警局の船4隻が航行しているのが海上保安庁の巡視船により確認され、4隻とも同日朝には生きいへ出た。中国船が尖閣諸島の周辺で確認されるのは111日。 連続であり、2012年9月に尖閣諸島が国有化されて以降最長の連続日数となった。第11管区海上法案本部は台風4号の接近に備えて出期したのかもしれないという見方を示したという。なお、この台風から変わった低気圧や低気圧から伸びる前線の影響で北海道や本州の日本海側では大荒れの天気となり、 北海道では、宗谷地方などで大雨となった。利尻町や利尻富士町、か内市などに土砂災害警戒情報がされ、利尻島では50年に一度の記録的大雨となった。6時間降水量の被災大地は、宗谷岬やか内市などで100ミリメートルを超え、観測史上1位の記録を更新した。奥尻空港で最大瞬間風速32.4メートル、S。 エサ市町で最大瞬間風速30.3メートル S の暴風となった。このため避難指示が出された自治体もあった。低気圧から伸びる前線は本州の日本海側にも大雨をもたらし、島根県の沖空港では1時間に63.0ミリメートルの雨となって観測史上1位の記録を更新したほか、3時間降水量の被災台地は、 沖の島町で146.0ミ、mm、リメートル、沖空港で118.5ミ、mm、リメートルで観測史上1位の記録を更新した。沖の島町の島後では50年に一度の記録的な大雨になった。この台風は台風4号としては過去4番目に遅い日時における発生となった。事後解析でも8月1日15時に発生したことになっているため、 これにより史上初となる7月の台風発生なしは正式記録となった。20 2 0 2 0 5 0 5 w 円天8月7日午前9時にフィリピンの東に熱帯低気圧が解析された。パガザはこの熱帯低気圧をフィリピン名、円天と命名した。気象庁はこの熱帯低気圧について24時間以内に台風へと発達する見込みとして 観測を開始した。また、JTWC は、熱帯低気圧番号 05W を付番した。05W は9日3時に、沖縄の南で、中心気圧1000ヘクトパスカル、最大風速秒速18メートル、最大瞬間風速秒速25メートルの台風となり、アジア名、チャンミーと命名された。命名国は韓国で、朝鮮語で、バラを意味する。 台風は暴風域は伴わずに東、シナ海を北上し沖縄に接近。ここの過には沖縄本島と先島諸島の間を通過した。その後も北上して九州などを強風域に巻き込んだ。そして朝鮮半島付近を通過し日本海へと進んだ。11日9時台風は日本海で温帯低気圧に変わった。 台風が接近した沖縄では、雨や風が強まって荒れた天気となった。交通機関への影響が生じ、海の便では沖縄本島と離島とを結ぶ多数の便が欠航したほか、空の便でも那覇空港と羽田空港を結ぶ便など、少なくとも83便が欠航し、予約ベースで3443人の足に影響が出た。9日午後には、 ウルマ市で最大瞬間風速秒速26.6メートルを観測した。また九州でも台風の影響で各地で断続的に風雨が強まった。長崎県長崎市のモザキで8月としては観測史上最大となる最大瞬間風速秒速30.8メートルを記録した。また台風から変わった温帯低気圧は北海道に接近し、 東北などに大雨をもたらしたほか、羽幌町で最大瞬間風速秒速26.6メートル、くっちゃん町で秒速25.6メートルを観測するなど、強風となった。この台風は、台風5号としては、過去6番目に遅い日時に発生した。202006.07W フェルディ8月9日に、南シナ海で熱帯低気圧として発生し、 JTWC は熱帯低気圧番号 07W を不安した。また、パガサはフィリピン名、フェルディと命名した。気象庁はこの熱帯低気圧について24時間以内に台風へ発達するとして観測を開始した。07W は10日12時に南シナ海で台風6号となりアジア名、メカラーと命名された。命名国はタイで、 雷の天使を意味する。台風は北上して台湾に接近した後、11日7時半に中国福建省の裏県に上陸した。そして11日21時に河中で熱帯低気圧に変わった。福建省アモ市では台風により木が根こそぎに倒れ、強風、豪雨により交通や電力設備なども影響を受けた。 アモイ空港では60便以上が欠航し、高速バスの運行も一時停止となった。202007.08W ヘレン8月16日15時にフィリピンの東において熱帯低気圧が発生し、バシー海峡へと進んだ。パガサはこの熱帯低気圧をフィリピン名、ヘレンと命名した。気象庁は18日にこの熱帯低気圧が24時間以内に、 台風へ発達する可能性があるとして観測を開始した。また JTWC は熱帯低気圧番号 08W を不満した。08W は18日9時に南シナ海で中心気圧1000ヘクトパスカル、最大風速秒速18メートル、最大瞬間風速秒速25メートルの台風7号となりアジア名ヒーコスと命名された。 命名国はアメリカで、一軸を意味する。台風は中国の河南に上陸し、20日3時に河南で熱帯低気圧に変わった。20万2008.09ワットイグメ8月21日9時に、バタネス諸島の東に中心気圧1008ヘクトパスカルの熱帯低気圧が形成され、JTWC は熱帯低気圧形成警報を発した。その後、 JTWC は熱帯低気圧番号 09W を割り当てた。また、パガサによってフィリピン名イグメと命名された。また気象庁もこの熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する可能性があるとして観測を開始した。09W は22日9時に与那国島の南南西で台風8号となりアジア名バービーと命名された。 命名国はベトナムで、ベトナム北部の山脈の名前に由来する。台風は暴風域を伴い、22日には八重山地方を暴風域に巻き込みながら北へ進んだ。その後、ゆっくりとした速度で発達しながら北上し、27日午前に北朝鮮西部に上陸した。十七日十五時、台風は中国東北区で温帯低気圧に変わった。 台風が接近した沖縄県の石垣市や竹富町では22日夕方にかけて風雨ともに強くなり道路の冠水により車両2台が水没したほか街路樹で倒木が起こるなどした石垣島や太良間島などでは23日9時までの24時間雨量が200ミリメートルを超えた20万2009.10ワットジュリアン8月28日15時 フィリピンの東の海上で台風9号が発生し、アジア名、名サークと命名された。命名国はカンボジアで樹木の名前に由来する。台風は海水温31度という非常に高い海上を通過し、発生から18時間後の29日9時には暴風域も発生した。その後も発達を続け、31日21時に非常に強い勢力へ発達し、 9月1日にかけて沖縄へ最接近した。1日9時には8号を上回る最大風速秒速50メートルまで発達した。その後はゆっくりと勢力を弱め、3日9時には955ヘクトパスカルと低い気圧で朝鮮半島へ上陸した。そこから速度を上げ、3日15時に北42度、統計129度で温帯低気圧に変わった。 この台風により、沖縄県那覇市では最大瞬間風速秒速43.1メートルを記録した。さらに、長崎県の五島空港では秒速44.8メートルを記録した。9月3日、フェーン現象により、新潟県の三上市と体内市で9月としては観測史上初となる摂氏40度台を記録した。日本での被害は重症者2人。 軽承者32人、全海5棟、半海6棟、一部破損43棟、床下浸水37棟などとなっているほか、パナマ船籍の家畜運搬船、ガルフライブストック1が台風の影響で、奄美大島製法で沈没した。20万 2010.11W クリスティン8月31日9時に、小笠原諸島近海で発生した熱帯低気圧に対して、 同日気象庁が24時間以内に台風に発達する可能性のある熱帯低気圧として発表を開始。翌日の9月1日、合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 11W を不番した。発達を続けた 11W は同日の21時に北緯20度、統計144度で台風となり、アジア名、ハイシェンと命名された。 なお、台風10号の発生当時、事前に海面水温が記録的に高い上、上空の風などの発達の条件が揃っているため、接近時の勢力は過去最強クラスで最大瞬間風速秒速80メートルの猛烈な勢力に発達し台風の進路に近い島々では過去にないような好転の恐れがあるという気象庁の発表や地上局などの報道により、 沖縄から西日本では警戒が広まり商業施設に人が殺到するなどといった影響が台風接近前から起こった。発生後しばらく台風は南西へと進んでいたが2日9時頃からおよそ90度向きを変えて西寄りの進路となり3日0時頃にフィリピンの監視領域に入ったためフィリピン名クリスティンと命名された。 15は3日から急速に発達を開始して4日3時には非常に強い台風となり、同日18時に最低気圧920ヘクトパスカルを迎えた。この時点で3日18時から24時間で中心気圧は35ヘクトパスカル低下しており、当時の予報ではさらに発達すると予測されていたため、5日には異例となる気象庁が 特別警報発表の可能性を掲げた会見が行われ、警戒が呼びかけられたが、6日午前に、甘み諸島に接近した時点で、中心気圧945ヘクトパスカルの非常に強い勢力まで勢力を弱めた。直近に同じコースをたどった台風9号の影響で、海水温が下がり、動力源となる水蒸気を取り込めなくなったことや、上空の気流、 5日から6日にかけて乾いた空気を取り込んだことが要因とみられ、気象庁は同日、鹿児島県に発表する見通しだった特別警報を中心気圧が発表基準に達する見込みではなくなったため見送った。7日9時頃、10号は朝鮮半島に上陸した後日本海へ抜けて、8日3時に中国北東部の北緯42度、東経129度で、 温帯低気圧に変わった。自己解析では、ピーク時の勢力が最低気圧910ヘクトパスカル、最大風速秒速55メートルの猛烈な勢力に情報修正された。202011.13W レオン9月16日3時に、南シナ海で発達中の熱帯低気圧が台風となり、アジア名のウルと命名された。また、 フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名レオンと命名している。台風はベトナムに上陸し9月19日3時にラオスで熱帯低気圧に変わった。台風の直撃を受けたベトナムでは6人が死亡し112人が負傷した。2 0 2 0 1 2 1 4 w マルセ9月19日21時に熱帯低気圧が発生し21日9時に 北緯24.9度、統計134.8度で台風になり、アジア名ドルフィンと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、マルセと命名している。台風は、関東地方に接近し、9月24日15時に、関東の東で、温帯低気圧に変わった。 20万 2013.15W9 月26日15時に熱帯低気圧が発生し、9月27日9時に南鳥島近海で台風となりアジアメクジラと命名された。30日15時に日本のはるか東北41度統計163度で温帯低気圧に変わった。 20万 2014.16W10 月4日21時に熱帯低気圧が発生し、10月5日9時に北緯22度10分、統計139度の日本の南で台風となり、アジア名ちゃん本と命名された。台風は10月7日15時に強い勢力となった。その後、日本に接近した後南下し10月12日9時に小笠原近海で、 熱帯低気圧に変わった。台風の接近に伴い、気象庁は10月10日17時から10月11日0時にかけて、三宅村と三倉島村に大雨特別警報を発令した。降り始めからの雨量が、八丈島西見で 707.5mm、三宅島坪田で 599.0mm となり、平年10月の1ヶ月分の1.5倍を超える。 記録的大雨となった。沖縄地方から本土、伊豆諸島に接近した台風の影響で、伊豆諸島南部で記録的な大雨となり、伊豆諸島や東海地方で土砂災害が発生した。日本での被害は、重症者1人、軽症者2人、一部破損5棟となった。202015.17W10 月9日21時に、南シナ海の低圧部が、 熱帯低気圧となった。JTWC は10月10日12時に熱帯低気圧番号 17W を割り当てた。熱帯低気圧は10月11日3時に北緯14度30分、東経111度10分で台風となり、アジア名、リンファと命名された。台風は10月11日18時にベトナムに上陸し、10月12日3時に ラオスで熱帯低気圧に変わった。事故解析ではピーク時の中心気圧が994ヘクトパスカルに情報修正されている。202016.18W2 か10月11日15時に南シナ海で熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局は10月11日22時にフィリピン名ニかと命名した。 熱帯低気圧は10月12日15時に北緯17度35分、統計115度40分で台風となり、アジア名南ーと命名された。台風は10月14日15時にベトナムに上陸し、10月14日21時にベトナムで熱帯低気圧に変わった。10月13日、香港にシグナル8の警報が発令した。自己解析では、 ピーク時の中心気圧が990ヘクトパスカル。最大風速が秒速23メートルに情報修正されている。202017.19ワットペピト10月19日にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。パガサは10月19日2時にフィリピン名ペピトと命名した。JTWC は10月19日12時に 熱帯低気圧番号 19W を割り当てた。19W は10月20日9時に北緯15度35分、統計124度40分で台風となり、アジア迷走を出ると命名された。台風は10月21日0時にフィリピンのルソン島に上陸し、南シナ海に抜けた。10月22日9時に強い勢力となり、南シナ海を精神した。 その後10月26日3時にトンキン湾で熱帯低気圧に変わった。事故解析ではピーク時の中心気圧が975ヘクトパスカルに下方修正されている。202018.21W 金太10月23日9時にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生。パガサは10月23日14時にフィリピン名金太と命名した。 JTWC は10月24日12時に熱帯低気圧番号 21W を割り当てた。21W は10月25日3時に台風となりアジア名、モラベと命名された。台風が10月に5個以上発生するのは2013年の7個以来7年ぶりである。台風は10月25日18時に強い勢力となり同時刻に フィリピン中部に上陸した。フィリピンを横断後は南シナ海に抜け10月27日12時に非常に強い勢力となった。10月28日15時にベトナムに上陸し10月29日9時にタイで熱帯低気圧に変わった。この台風の影響でフィリピンで3人が死亡。ベトナムでは29日までに 土砂崩れなどで21人の死亡が確認された。202019.22W ロリー10月27日3時に、マリアナ諸島で熱帯低気圧が発生。JTWC は10月28日12時に、熱帯低気圧番号 22W を割り当てた。22W は10月29日3時に、北緯16度40分。 統計138度15分のフィリピンの東で台風となりアジア名コーニーと命名された。またパガサは同日17時にフィリピン名ロリーと命名した。19号は発生間もなく勢力を強め発生からわずか37時間となる30日16時には合同台風警報センターによってカテゴリーごと解析された。 19号は29日21時からの24時間で、中心気圧を75ヘクトパスカルも低下させて、同日18時には猛烈な勢力へと成長。31日にかけて、勢力を維持したまま西に進み、フィリピン上陸直前の11月1日3時に、さらに発達して、中心気圧は905ヘクトパスカルとなった。同日5時50分に、カテゴリー5。 猛烈な勢力を保ったままフィリピンのカタンダネス島のバタ付近に上陸した。猛烈な勢力でフィリピンに上陸した台風は2018年の台風22号以来である。フィリピンに上陸後は急速に勢力を落として南シナ海に抜け11月6日3時に北緯14度00分、統計111度00分で熱帯低気圧に変わった。なお、 ノット基準での最大風速が120キロトンとなったため統計史上を5番目に最大風速の強い台風となった20 2020.23WCO210 月29日9時にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生熱帯低気圧は同日21時に北緯8度0部統計148度25分で台風となりアジア名やサニーと命名された 10月に台風が7個発生するのは1984年、1992年、2013年と並んで過去最多である。その後、JTWC によって10月30日0時に熱帯低気圧番号 23W が割り当てられている。11月1日8時にパガサの監視領域に入ったため、パガサはフィリピン名、シオニーと命名した。 台風は気象庁の予想に反してあまり発達せず沖縄の南で複雑な動きをした。台湾の南部に接近し十一月七日二十一時に北緯十二度零零分、統計百十八度零零分の南シナ海で熱帯低気圧に変わった。事故解析では十一月三日の三時に北緯九点八度、統計百二十七点一度で台風になったことに なっており、10月の台風発生数が6個、11月の台風発生数が3個へと、それぞれ変更された。また、ピークの時の中心気圧が992ヘクトパスカルに、情報修正された。202021.24W トニオ11月7日くじに、フィリピンの東で、熱帯低気圧が発生。パガザは、同日20時に、フィリピン名。 トニオと命名した。JTWC は11月9日レ時ジに熱帯低気圧番号 24W を割り当てた。24W は同日3時に南シナ海で台風となりアジア名アータウと命名された。台風は11月10日15時にベトナムに上陸し、同日18時に北緯13度00分、統計109度00分で 熱帯低気圧に変わった。2 0 2十2 2二5 w ユリシース11月8日15時にカロリン諸島で熱帯低気圧が発生。パガサは同日20時にフィリピン名ユリシースと命名した。熱帯低気圧は11月9日15時にフィリピンの東で台風となりアジア名バムコーと命名された。その後 JTWC によって 同日18時に熱帯低気圧番号 25W が割り当てられている。台風は11日9時に強い勢力となり、12日3時にルソン島に上陸。上陸後は強い勢力ではなくなり南シナ海に抜けた。13日18時に再び強い勢力となり、14日6時に非常に強い勢力となった。 その後は勢力を落として15日18時にベトナムに上陸し、16日0時にラオスで熱帯低気圧に変わった。事故解析ではピーク時の中心気圧が955ヘクトパスカルに下方修正されている。2 0 2 0 2 3 2 6 w ビッキー1 2月18日8時にミンダナオ島付近の低圧部に対してパガサはフィリピン名。 ビッキーと命名した。一方、気象庁は同日21時に熱帯低気圧が発生したとみて情報の提供を開始した。20日12時に JTWC は熱帯低気圧番号 26W を割り当てた。26W は同日15時に北緯10度25分、東経114度50分の南シナ海で台風と なり、アジア名黒番と命名された。台風はあまり発達せずに寄りに進み、発生からわずか18時間経過した21日9時に、北緯9度00分、統計114度00分の南シナ海で熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧番号は、合同台風警報センターが熱帯低気圧と認めたものに付与し、同期間をはじめ海外の 各気象機関で用いられる。フィリピン大気地球物理天文局がフィリピン名を命名している場合、フィリピン名も平気。また、熱帯低気圧番号がない場合も、気象庁が熱帯低気圧としたものを以下単に TD と示す。7月11日15時にフィリピンの東に低圧部が解析された。低圧部は同日21時に 熱帯低気圧に昇格した。パガサはこの熱帯低気圧をフィリピン名カリーナと命名した。沖縄付近に太平洋高気圧が張り出していたため、熱帯低気圧は西に進んで台湾にかなり接近した。台風の勢力にまでは発達せず、15日に消滅した。7月28日3時に日本のはるか東南東の海上で、 熱帯低気圧が発生した。ほとんど発達することなく、7月30日6時に消滅した。JTWC はこの低気圧を熱帯低気圧と解析した。8月9日に小笠原諸島近海で熱帯低気圧として発生し、JTWC は熱帯低気圧番号 06W を割り当てた。気象庁はこの熱帯低気圧を24時間以内に 台風になる可能性があるとして観測を開始した。しかし 06W は最低気圧が1012ヘクトパスカルと熱帯低気圧にしては異常なほど高かったこともあり、気象庁の予想に反して台風に昇格することはなかった。そのため気象庁はこの熱帯低気圧の観測を中断した。台風にはならなかったもののパガサの監視エリアに入ったためフィリピン名、 ジェナーと命名されている。9月10日に熱帯低気圧が発生し、JTWC は熱帯低気圧番号 12W を割り当てた。9月13日9時に停滞前線に取り込まれる形で温帯低気圧に変わった。10月13日9時に熱帯低気圧が発生。フィリピン大気地球物理天文局は10月13日14時にフィリピン名。 オフェルと命名した。熱帯低気圧はほとんど発達せず、10月16日21時に消滅した。10月20日3時に熱帯低気圧が発生し、JTWC は熱帯低気圧番号 20W を割り当てた。20W はほとんど発達せず、JTWC は10月22日に情報の発表を止めた。 その後10月23日15時に温帯低気圧に変わった。12月5日15時に日本の南で熱帯低気圧が発生。熱帯低気圧はあまり発達せず6日15時に天気図から消滅した。パガサの熱帯低気圧監視エリア順番はアジア名ダムレイが1とされている。またフィリピン名は熱帯低気圧が監視エリアに入った時、 フィリピン大気地球物理天文局が命名するものである。ありがとうございます。